自分のやりたいことを新しいドイツに学んでいて、すごい楽しさと伝えられたかったなと思います。ありがとうございました。Thank you.
すごい緊張もしたんですけど、こうやって久しぶりに戻って大会でまた自分のやりたいこととかをみんなパンパンに見せようと思います。ありがとうございます。Thank you.